ツイッター逮捕歴削除命令、これ最高裁ですね。逮捕歴を書いてるツイートがあって、これ消してくんないと就職できないよっていう話ですよね。まあそれは就職で面接しますよね。そうするとどうなんです、逮捕歴ある人って書きます？書かないけど、他人に書かれたやつってことじゃないですか。あ、もちろんこれはそうなんだけども、ツイッターだからちょっと調べると、あ、こいつ逮捕されてんじゃんってなったら、逮捕されてるやつを雇うかっていうことですよね。しかも今回の件は児童売春ポルノ禁止法違反ですからね。で、例えばじゃあどこだか分かんないですけども、普通バイトとかねやって面接して働きたいですって言って、いや児童売春ポルノ禁止法違反で逮捕された人雇います？まあ雇うかもしれないけど、同じぐらいいい人がいたらそっちの方を雇いますよね。児童売春はきついよね。まあ、例えばね、飲食店とかだったら普通に高校生とかも働いてるお店だったりもあるわけですからね。どうです？絶対ないです。できればそうじゃない人を雇いたい。まあそうなりますよね。だからね、でもこれって書かなくていいのかな、自分で。懲罰ってありますよね、あれ書かなくていいのかな。ある人も書かないんじゃないですか。書かないのかな。そうすると詐称にならないの？だって懲罰って前科2犯とか書いてあったら、おー来た前科2犯かと思うけどね。書きたくありませんとかって書いてあったら別だけども、懲罰なしって書いたら嘘じゃないの？経歴詐称になるんじゃないの？書きたくありませんって書いてあったら質問しちゃいますよ。うん、そうね。なしって書いてあるとね、別に気にならないけど、書く必要を感じませんとかね、黙秘しますとか書いてあるとんってなるよね。かといって空欄だ、空欄でごまかすのかな。なしって書くと嘘じゃないですか。いやいやいや、君罰あんじゃんって話だから。もしくはそういう欄がないやつを買ってくるとか。いやだから、まあ難しいところです、これ、ね、結局ね、このプライバシーと公益性のどっちが重要かということですよね。だからまあ軽微なものであれば消してあげたらっていう気もするし、そもそも軽微なものだったら消さなくたって大丈夫じゃんとも思えるわけですよね。いや殺人だから、結局ほら大阪のね放火犯だってね、かつて殺人未遂で逮捕されて服役してるわけですよ。そうするとそれだってもう検索したら出ちゃうわけですよ。殺人だったらもう出ちゃいますから。そうするとどこにね就職しようと思っても、え、以前息子さんを殺そうとしたのって話で、殺人未遂だったらどうです、雇います？だから残業しててオフィスで2人になったら、なんかちょっと殺人未遂で逮捕された人ちょっと一緒に残業したくないとかなりません？いやもちろん大丈夫だと思うんだけれども、ちょっと気にする人は気になりますよね。で結局就職活動しても全然就職できなくて、最後家賃途切れて放火ですわ。だからそういうもうだいぶ前にね、殺人未遂したけど、まあ、服役して出てきたんだから雇ってよ、まあ普通に仕事できてもいいんじゃないのという気持ちがある反面、雇う側は自由ですからね、誰を雇おうが。そりゃ殺人未遂の人はちょっとね、いやそうだとしたら言ってほしいし、いや調べたら出てきてほしいし、なんなら雇いたくない、これが雇用主だったら普通だと思うんですよね。難しいねこれね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。